今回はおすすめの人気青汁商品のご紹介です。皆さんこんにちは、ブーです。今日はハリウッド化粧品の健康食品の人気の秘密に迫りたいと思います。今回ご紹介していただけるのが研究室の黒沢さんです。黒沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。白衣も今日も似合っております。ありがとうございます。はい、今回ハリウッド化粧品の中でも人気商品のグリーングリーンをご紹介いただけるということなんですけれども、はい、こちらのグリーングリーンはですね、ハリウッドの全商品を見てもですね、リピーターの非常に多い商品となっておりますので、今回自信を持っておすすめしたいと思っております。そうなんですね、そこまで言われるとちょっと気になりますね。はい、青汁というとこう、まずい、もう一杯っていうね、どうしてもイメージが強くてですね、はい、しかもこのグリーングリーンっていう名前がね、とってもグリーンだよと主張がすごいんですね。ちょっと私すごく気になっております。はいはい、そうですよね、やっぱり皆さん青汁というとすごくハードルが高くて構えられる方が多いんですけれども、はい、今回はですね、良い意味でもそんな期待を裏切っていきたいなと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。はい、こちらがグリーングリーン専用のシェーカーになってます。はい、専用なんですね。はい、ですのでこちらのシェーカーで作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、1回、こちらのグリーングリーン2本入れていきたいと思います。はい、結構色緑ですね。そうなんです、さすがグリーングリーン。はい、自然の緑の色なので、はい、すごいですね。はい、着色した色じゃないんですよ。それはブーさん、はい、青汁はあまり飲まれた経験ないということですよね。あまり、はいはい、ですので、まあ、初めての方でも飲みやすいように、はい、今回はちょっと 150cc で作っていきたいと思います。はい、 150cc でお願いします。調節ができるんですね。そうですね、ご自分の好みの濃さで調整できるのもグリーングリーンのいいところかなと思います。いいですね、調節できるのは。ありがとうございます。あ、そんなもんです。でも、はい、もういいんですね。出来上がりです。もうできました。はい、はい、泡が結構すごいですね。そうなんです、この泡もグリーングリーンのポイントでして、はい、大麦に含まれる、生きた酵素がそのまま入っているので、はい、水に溶かして振るとこんな風にきめ細かい泡がたっぷり立つんですね。そう言っていただけてよかったです。結構見た目もね、緑ですし、青汁というとね、こう独特の臭みみたいな青みっていうのを感じるかなと思ったんですけど、うん、はい、そういったものも抑えられてて爽やかな。はい、そうですね、はい、すごく飲みやすいっていうご意見いただくことがありますね。はい、では、この商品がなぜこんなに支持されているのかという秘密をちょっとご紹介したいなと思います。はい、ポイントの一つ目は素材が違うんです。素材が違う。はい、こちらのグリーングリーンに使っている大麦は、うん、契約農家で栽培された国産大麦の赤新力という品種の大麦を使っています。うん、大分県の国東半島の、大自然の恵みをたっぷり受けたこの大麦を契約農家の皆さんの、努力と愛情がしっかり詰まった素材を使用しています。なるほど。ポイントの2つ目は、はい、グリーングリーンは製法が違うんです。製法が違う。はい、グリーングリーンは収穫されたばかりの新鮮な大麦の若葉をギュッと絞って青汁にした後、できるだけ熱を加えないように丁寧に粉末化して作っているんです。そうやって作ることで赤新力の持つ栄養素を壊さずにギュッと詰め込むことができています。ああ、そうなんですね。はい、ポイントの3つ目は品質が違うんです。品質が違うんですね。はい、
青汁というのは、自然の恵みから作られる商品ですので、素材や製法によってその品質に大きな差が出てきます、はいはい、グリーングリーンは自然そのままの緑色で自然そのままの味わい、うんうん、さらには、大麦に含まれるビタミン、ミネラル、酵素などそのまま含まれていますので、うん、自信を持ってお客様にお勧めできます、はい、私自身もですね、はい、毎日このグリーングリーン飲んでいるんですけれども、グリーングリーンだけで飲むこともあるんですが、はい、弊社の抹茶&レモンという商品と混ぜて飲んだり、うんうん、あとはですね、水ではなく牛乳で溶いて、あ、美味しそうですね、青汁ラテのような、あ、美味しいですよ。過去にはですね、アレンジレシピのコンテストも開催したことがありまして、うんうん、パスタですとか、パスタ、パフェですとか、パフェ、いろんなアイデアが出て、弊社の社員もみんな驚いて楽しんでおりました。はあ、こう暑くてね、どうしてもね、お野菜もね、不足してると思うので、しっかりこちらのグリーングリーンで野菜不足解消して夏を乗り切ってください。はい、次回も皆様の疑問や美容情報、お悩みなど楽しくお伝えできたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またねー。